嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。わ、目立ってるわ。毎週火曜都市伝説のコーナー、都市伝説、毎週火曜のに対してのイエーイ。火曜日だと多分絶対火曜日だ。今日はマックナゲットソース人参か。マックナゲットソース人参か。火曜日はがすごいニュースゼロの女性キャスターが桐谷で、お前まで10年すなよ。火曜日はやべえ、それ以外は絶対いいんだよ。俺らはもうこいつをやってしまえばいいんだよ。一人になったらもう俺帰るわけだ。本日も都市伝説にもかしクリスさん、あーもう分かるでしょ。その頼みの席がこのざまだもん。だって俺もふざけちゃうよね。そしたらね、ガシャガシャすんなの。オーケー。今日はあの大人気シリーズをやってくれるという。うわ、はい、大人気シリーズです。ポピュラー。はい、大さんの大人気シリーズができたということです。うわ、はい、何何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 すごいわ、お前。ワールドディファレント。前回結構好評だったから。本当に変なね、都市伝説っていうか法律がありますね。うん、そう、それを今回は紹介ならず紹介していきたい。まだあるんだ、そんなに。まだね、めちゃめちゃあるめちゃめちゃあるめちゃめちゃあるすげえあるよ。持っていただいたろうな。お願いします。第1個目が、はい、シンガポール。おー、かの有名な。まあ、かの有名な。ゲロ吐いてはいけない。ゲロ吐いてはいけない。ゲロは大体どこも吐いちゃいけないでしょ。なんかマーライオンっぽいから。シンガポールはね、はい、罰金大国って言われるぐらいね。そうだね。とにかく罰金に厳しいと。あれ、机の上に足乗っけてたら千円罰金。それはここや。あ、ここか。それはここ新しい靴が届いたら罰金。それもここだけ。一番変わった罰金大国じゃない。チューインガムを食べてはいけない。いいでしょ。外でね、吐いちゃじゃないの。吐く人どうせいるから、もう食うのも禁止しようっていうことなの。食うのも、そう、やっぱ吐く人が多いから。そう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 、やっぱ街をきれいにしようっていう意識がめちゃめちゃ高いから、掃除が大変なのね、ガムって。タバコ吸ったら路上規制したら死刑かなと思いました。きついね、あれなの。ありえるね、それで。あ、もうガチなの。確かそんなんじゃない。え、マジで言ってる。その意見、まあでも確かにガム食ってるだけで数万円罰金取られるからね。マジ満タイで食んの、ね、すごいな。絶対シンガポール行かへんわ。俺ら罰金まみれで書いてる。じゃあ2つ目、家の中を全裸で歩き回ってはいけない。え、これどこ。シンガポール。これシンガポール、シンガポール、続いてた。そう、シンガポール。え、ダメなの全裸、家の中。そう、家の中で全裸で歩いちゃダメ。バレへん。いやいや、家ほど楽、そんなことしていいとこないやろ。そう、だからそもそもね、裁くのが難しい。じゃあ見とるやつ俺やっていう話。そう、それが試験。でも服取り行くとこまで裸だしね。そう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 、ポルノ行為と見なされてしまうらしいね。いや、こんなもうちょめちょめもできないわけや。まあ別に安心しね、してもらって。いや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 、元から質の改善できないんです。いや、できるよ。きっときっとできるよ。普通に考えてさ、こいつ一番シンガポールに合ってない。チューインガムも嫌いや。確かに。で、そういう声もせえへんや。うわ、シンガポーラーや。おめでとう。お前シンガポールや。俺はシンガポールではない。めっちゃいいや。で、何がツッコミどころあるって。ポルノ行為に厳しいと。はい、まあ、ここまでは分かった。うん、でも買収は許可されてるっていうね。そうそう、なんでやん。意味分かるよ。もうマジで意味分かんない。じゃあ3つ目、アメリカなんだけど。アメリカ来た。おー、来た。アメリカってね、州によって法律が違うらしい。あー、とりあえずもうアメリカはマジで自由。まずはオハイオ州、それでおとなしくなるんだったら警官は犬を噛んでもいい。どういうこと。来たバカなの来たー。分かれへん、分かれへん、分かれへん。待ってました。やばいでしょ。いや、こういうの待ってるんで。何、日本語分かんない。警察官が、君が落ち着くのであれば犬噛んでもいいよっていう法律なんです。そもそもこれ、犬噛んでもおとなしくならない。犬を噛む、犬が噛むじゃない。そう、犬がじゃなくて犬を。お、そう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 、かわいそうだな。まあ、だから分かりやすく言えば、お前がおとなしくなるんやったら芝居てもええよってことやな。まあ、そういうことよ。何それ。芝居てもええよっていうか、なんかお前がおとなしくなるんだったら、なんかうさぎと握手してもいいみたいな。何それ。それぐらい、まあ、そぐらいどうでもいい。4つはニューヨーク。
またアメリカ。あれ電車で居眠りをしてはいけない。なんか部活みたいな感じだな。電車で寝ちゃって逮捕された人もいます。え、寝てる時に盗難とかやっぱめっちゃあるんで、それでうわ盗まれちゃったよって言って、それをニューヨークに損害賠償を出してくれっていう、そういうのが多いから禁止したい、いい加減にしろと。そうそうそう、ニューヨークに訴えられるにそんな権限ねえぞみたいな。そうそうそう、そんな助ける義理はねえ。5個目もニューヨークです。ファッションセンスが悪い男性は外出してはならない。うわやばい、やばい、やばい、来たー。外出できないよ。できますよ、できますよ、これこれギリできるでしょ、これ。トゥルルルルトゥルルルルルルな、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 わからない、民族の歌みたいなの流れてる。できますよ、できますよ、これこれギリできるでしょ、これ。ちょっとかっこいいけどね、あ、街としてね。俺らもそうするか、ほんなら。そしたらおしゃれになってくる。なるほどなるほど。じゃあ俺らも新しい制度で、おしゃれじゃないやつは生きてはいけない。うわ、厳しい。ニューヨークよりジャンキー。すげえ独裁じゃん。次動画を映ってる人に一人おらんかもしれない。ダサい格好してたら罰金1000円。あ、寝巻きとかもダメです。うわー、うわや、常にかっこよくあれと。うわ、はい、エコーかけてください。常に常にあれ。でも、まあ、この法律に関しては、うん、どうしても主観的になってしまうと、うん、そのジャッジが。そうそうそう、だから罰金とかも曖昧です。これはもういくら見た人がってこと。そう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 、そいつのセンスによって。そう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 、最低や、やばい。バカダサかったらもうどん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 上がっていくっていう。確かに、まあ、ニューヨークおしゃれな人ばっかだった。確かに、盗難も多いしね。そう、間違いに。あ、本当に CD3 万で買ったやついたもん。あ、本当に本当によくない。あかんよ、それ。いやー、怖かった。第6個目は、はい、イギリスということで。おー、やばそう、やばそう、やばそう、王国ですよ。ちょっとヒント、ヒント、ヒント。国会でホニャララやるの禁止って感じですね。発言したら有罪。あー、違いますね。いや、何すんの、何すんの、何すんの、にらめっこでもすんの。黙って、お前、何してんの、国会で。国会で歌ってはいけない。あー、違う。全然ね、もう全然ちょろい、ちょぼい、しょぼい、ちょぼい、全然しょぼい、ちょぼい、相当しょぼいな、ちょぼい、ちょぼいな。国会病院行くの禁止。意味がわかんない。どういう国会で喋る上で噛んではいけない。あー、違うね。国会で死んだら有罪。はい、当たるか。一応まあ理由としては、国会で死んじゃったらなんか葬式をなんか派手にやらなければいけないみたいな。国祭って言ってなんか国を挙げて壮大にやらないといけないから、それがめんどくさいから国会で死んじゃダメ。そんなもん作るな、ほんなら。壮大にやらないあかんっていうルール作るな。ダメとか言われてももう死んだ人害ない。そうそうそう、誰に、じゃ誰に言うんだよ。まずそもそもその死んだやつにどう裁くんだっていう話だし、いつ死ぬか分からない。もうだからもうこれはもうだいぶやばい。で、あと面倒くさいからって有罪にすんな。何やれよ。いないでしょ、ほぼ国会で死ぬやつ。やってやれよ。過去にいんだそれ。これを差し置いて7つ目、でも俺的に一番やばいです。ラスト、デンマーク。きたー、ベントナー。脱獄 OK。 うつむいちゃってる。人間の自由を尊重しなければならないから、そいつが脱獄したいって思ったらそれを許してあげましょうっていう意味らしい。え、人殺しても許されるそう、もうだからそんなノリだよね。だから一回は OK だけど、それで捕まっちゃったらそれはもう懲役守んないといけないって。あ、でも死刑とかじゃないんだ。そうそうそう、死刑じゃない、そこらへん。そう、だから脱獄したそいつのことはちゃんと捕まえます。捕まえに行きます。捕まえに行くんだ。捕まえに行く。でも逃げることは許可してるっていう。別に2回目も脱獄していいわ。あ、2回目はダメ。え、ダメだとしても一緒やん、もうやってることやん。だってまた捕まえに行ってあれやろ、懲役やろ、一緒やん。確かに。確実に言えることはもうデンマークは行かないと。行きません。行きません。危なすぎる。いや、でも面白い。おもろい。めちゃめちゃおもろい。やっぱ犬のが一番面白かった。犬おもろい。あ、犬おもろかった。ふざけすぎ。あ、そしたらね、今度アメリカ特集しようかな。え、そんなんでいいの。アメリカめっちゃ多かったから。マジで。アメリカ編ってこう、うわ、大喜利みたいな。テンポいい、なんかボケの4つ目ぐらいにくれる。犬噛んでもいいみたいな。おぎが出しそう。今回もね、ご評価たくさんいただけましたら、すぐ第3回やりましょう。はい、お願いします。お願いします。青森さん、大人気企画をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
て信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。